今回購入紹介するのは、明らかな多分中華製のやつになるんだけど、うん、要するに、なんだろう、電気で、うん、コバエとかを殺すやつ、うんうん、摩擦するやつね、うん、の紹介になります。で、この季節ね、もうら、6月、7月ってなって、8月ってなるとね、うん、カー、うん、コバエとかね、で、大きいハエ、うん、クソバエとかね、出てくるんだけど、もう、超うざいよね。うん、で、ね、特にね、チンパは逆に、なっちゃったんだけど、うん、昔はそこまで綺麗好きじゃなかったんだよ、チンパね。うん、ちょっとね、まあ、それもね、ちょっと暗い話で、まあ、そこまで詳しく話さない。まあ、要するにね、親がね、ちょっと汚くて、うん、あと、虐待とかしててね。うん、で、逆にチンパが、綺麗、ある意味、まあ、綺麗好きっていうか、虫嫌いになっちゃったんだよね。うんうん。それで、とにかくダメなわけよ、虫が。うん、もうちょっと精神がおかしくなっちゃうからね。うん、ダメなわけよ、うん。で、なんとしても殺さなきゃならないと。うん、で、ほら、あとね、食べ物とかに入るとチンパだから食べられなくなっちゃうんだね。うん、気持ち悪くて。うん、それとまあ、怒りとかもあるんだけど、うん。で、食べられなくなっちゃうから、なんとしてもだから退治しなきゃいけないわけよ、とにかくね。うん、で、今までまあ古典的な方法じゃ無理なわけよ。ハエ叩きとかさ、うん。そんなもんやってる場合じゃないわけよ。うん、もっと迅速に素早く見つけたらやりたい、うん。そしたらね、これ以前、この会社じゃないんだけど、うん、購入してるのがあるんだけど、うん、結構効くのよ、うん。据え置き型とこの携帯型みたいに使ってんだけど、うん、テンスラケット型みたいなやつね、うんうん。で、どっちもかなり役に立つ。かなり虫退治できる。そう。まあ、唯一ね、欠点っていうかね、気になる点って言えば、ちょっと怖いね。音がね、バチッってなるから。電流が走ってるから。そうそうそう。バチバチって。ちょっとビクってなるよね。うん、あと、ちょっと焦げ臭くなる。そうそうそう。それが、まあ、それが嫌いな人って苦手な人もいるから、うん、うん、そこだけは気になるんだけど、うん、でも、やれた方がいい。うん、もう、やれるのに越したことない、うん。本当にマジで、ハエ叩きなんか振ってるよりは、こっち振ってた方がいい。止まった時なんて絶対やれる。そうだ。あと、押し付けられてた。バチ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 ってね。うん。うん、しぶといやつもいるから。うん。でかいやつなんか特に。うん。やっぱ、でかいだけあって、しぶといのよ。そう、バチって言ってもね、そう死んでない。そう、小林だと死ぬんだよね。うん、バチで。でもね、バチって言ってもね、なんか普通に飛ぶんだよ、ね。うん。奴らは。うん。だから、なんていうの、煩わしさをなくすには、これ、この会社の方がいいか分かんないよ。ただ、このシリーズはいい。そう、これラケットみたいにね、うん、使えるんだけど。そう。だから、ほら、これ開いてるけど、なんだっけな。今までハエ叩きとかを、うん、もう振り下ろすでしょ、うん、で、振り下ろすのに、さらに電気のパワーが加わるわけだから、うん、より強い、うん。で、携帯するときはこういうので、ほら、壁にこれで引っ掛けるのね。そうこうやってブランブランさせておいて、で、使うときは、こうやるわけ。うんうん、こう。で、ラケットみたいな。そう。で、この電気のスイッチを押すわけ。うん。それで、そうするとここが青く光るんだね。ちょっと青めにさ、うん。この、なんていうの ?LED みたいになってる部分がさ。本当はそれが多分、ハエとかを引き寄せる、うん、光になってんだけど。それでやると、より電気のパワープラス、己の力みたいな。うん。だから加わって、より早くやれる。まあ、もちろん、その振り回さなくても、オランが言ったらバチってやればね、死ぬし。うん。うん死ぬって言っちゃいけないのか退治できるし、うん。うん。っていうので、かなり、こういう商品はいいと思う。うん。虫嫌いな人にとっては。そう。で、なんか、こう、うん、USB で給電したまま使えるみたいな。ああ。そうだ、そうだね。あと、唯一の弱点は、そうそう。電気だよね。だから電気っていう電池の持ち、うん、うん。いざって時電池切れてるとどうしようもねえよな。そこだよね、もう。有中灯っていうのが、光で場所を寄せるパターンと、うん、自分でこう持って使うパターンと、あって、で、なんていうの、置いておくときは、給電しながら、使える。うん、で、いざとなぜ引っ込むんですね。立ち向かっていく。うん、そうだね。給電するための一応コード、USB-C ね。そうそう。もう一応ついてる。クソ短いやつね。うん。60センチだった。うん。
で、電池の容量が結構ね、これ、電池容量あるよって言って書いてあったけど。そう、だから、これでも、ただ、中華製だから全く信用できない。うん、2600? ミリアンペアっていうの、うん、アワー。ほんと信用できない。長持ちって一応書いてある。そう。ただ、もうね、電気さえ発生すれば、やれることはやれると思う。うん。うん、とにかく自分が持ってるやつの意欲があるから、そう。多分やれると思う。そうそう。あ、このね、この穴に引っかかるやつな。そう、一応ね、多分こう危なくないように、ここの外側についてて、中側が多分電気が入るんじゃないかな。そう。で、この、ここの部分が光るっていうね。そう。っていう風になってます。そう。あ、そう。で、今そこは赤くなってるの？赤くなってるからちょっと足りないの？そういう関係ないの？まだよくわからない。こう光ってなさそうだよね。うん。光ってるの？光ってるの？光ってるっぽいの。ちょっと電気消してみるの？光ってないのか？光ってないね。光ってない。終了。ちょっと今使い方まだ分かってないんだけど、うん、これ新しいやつね、うん、古いやつを使ってるから、うん、とにかくなんか結構役に立つ本当に、うん、もしかしたら充電しておけばキャンプとかでも役に立つかもしれないね、うん、外でもさ、うんうん、とにかくだからね、虫とかが嫌いでイライラしちゃうとかそういう人は一回買ってみてもいいかも。あ、もちろん、何度も言うけど、この会社じゃなくてもいいからね。うん。いっぱい出てるから。うん。自分で気に入ったのがあれば。うん。結構ね、だからいいと思う。っていう感じで、今回は、なんつうんだろう、これ。電撃よ。電撃生えたときみたいな。なんかやつ。うん。やつ、結構役に立つと思うやつ。の紹介になります。じゃあ、以上です。